ランサーエボリューションが世に生み落とされたのは年9月のこと量産セダンだったランサーのコンパクトなボディにそれまで三菱の WRC を担ってきたギャラン VR4 のメカニズムを詰め込みまさにラリーのための車として誕生したランサーエボリューションのコアとなる 4G63 型エンジンは 2リッター直列4気筒 DOHC ターボでデビューの時すでに250馬力のパワーと3 1 5キログラムメートルという最大トルクを誇ったさらにこれを四輪に伝えることで圧倒的なトラクションを誇り当時でもこのクラスの常識を超えた速さを実現していたのだしかしランサーエボリューションとはその名の通り 進化していくことが宿命初登場からおよそ1年後の93年12月にはランサーエボリューション2へと進化し最高出力も260馬力へアップされたこの時タイヤサイズも 20560R15 へと変更されたほかホイールベースやトレッドサイズにまで変更が施された。この頃になると いわゆるランエボの相性がすっかりファンの間にに定着するようになる。ような続く進化は95年1月だった。3代目となったランサ・ーエボリューション3の特徴は空力性能向上のためにエクステリアが大幅に変更されたことである拡大したフロントバンパー開口部や大型リアスポイラーによってまさに「 コンペティションのための進化が感じ取れる迫力ある姿を手に入れたのだ 4G63 型パワーユニットは圧縮比を9.0まで高めるなどして最高出力を270馬力まで伸ばしたサスペンションなどにも細かな変更改良が加えられて動力性能と運動性能は大きく飛躍している この頃になるとベースとなるランサーがフルモデルチェンジを控えていたためこのエボ3が最後のエボではないかという噂も流れた。